無尺のバスでは、中華人民共和国のチャンスー賞無尺市におけるバスについて述べる。無尺の路線バスは2011年現在、九流高校、涼しげ高校、新区高校、馬山高校の4社が運営している。無尺では地下鉄が2014年に開業したが、依然これまで市民の足を担ってきた路線バスが発達している。 基本的に時刻表は公表していないが、一部本数が少ない路線は公表している場合もある。ただし、バス会社内部では時刻表が取り決められてあるため、ある程度はバスの到着時刻を予測することは可能である。無釈最大のバス会社である。通常バス、夜間バス、ショークバス、快速バスの4種類に分けられる。車両については、冷暖房がついている。 空調バスがほとんどである。郊外方面のバスや大学方面の路線は一部、比例防車者もまだ存在するが、大半は新車で、比較的綺麗である。通常バス、編集通常バスのほとんどが1から299素地、または、宣線バスである。例外として668素地がある。空調付きは全線統一で2元であり、空調なしは全線統一で1元である。 夜間バスでなくても夜遅くまで運行しているバスもある。浅線バスは路線名の後ろに浅線がつくもので持ち手浅線釈山区政府浅線などがある。浅線バスのほとんどが出発時刻がバス停で公表されている。浅線バス夜間バス、編集夜間バスは300から399素地が割り当てられている。料金は通常バスと同じである。 夜間と名が付いているが、無区には2011年現在、午前1時を超えて運行しているバスはない。ほとんどが夕方のみ運行する。午後9時頃で終電であり、上海の夜酔いバスとは本質が異なる。他の日中路線と車両が共有の路線が多い。ショークバス、編集ショークバスは500から599素地が振り分けられている。 すべて空調付きであるが、小区と四区を結ぶため全線統一で一元である。車体はオレンジ色である。他の路線の車両よりも小柄なバスを使用している。快速バス、編集快速バスの路線名の頭には、会、G、机場などがついている。会のバスの大半は市民中心が終着点であり、主要停留所にしか停車しない。紛らわしいのは、軽通路は、 空調がついているにそじの意味であり、かいにそじではない。K の文字は会の意味ではないので注意が必要である。G のバスは高架道路を走る。現在は G1 のみ存在する。机場のバスは無尺空港に向かう空港バスである。基本的に無尺空港の飛行機の時刻に合わせて出発する。 涼しげ高校は600から749素地代わり、分けられている。すべて空調付きである。全線2元だが、短距離路線は1元。車体は赤色であるが、中型バスは青色。主に以前は、黒車がたむろしていた、港下、長安、日山など郊外行きの路線を運行している。これらの路線の開拓によって村民は、黒車ではなく路線バスで、 市区に出ることができるようになった。新区高校は七百五十から八百九十九素地が割り分けられている。すべて空調付きである。全線二元だが、短距離路線は一元。車体は薄い水色である。主に新区始発のバスを運行している。開通当初は七百五十一素地や七百六十素地などの大鳥山、赤峰、梅村、新安などの高能地区と、 市区を結ぶ、村村通計画に沿っていたが、現在は、この計画はほぼ達成されたと思われ、765祖地などの新区工業地区を張り巡らす通勤路線の開拓を始めた。766祖地は、無尺屈指の黄金路線であり、開通時は新区高校の存在が再注目された。港湾線の時刻表馬山高校の中型バス、馬山高校は主に、 バサン地区を始発とするバスを運営する。九龍高校の子会社であったバサン分校が独立したもの。系統番号は振り分けられていない。バサンの道は曲がりくねりが多く、使用車両は他のバス会社と違い、豊田かここたちの中型バスを使用している。全線2元。2011年現在、バサン高校は中型バス5台で3両線を運営しており、東幹線。 西幹線、港湾線がある。東幹線と西幹線は時刻表は公開されていないが、港湾線は1日往復4本の時刻表が公開されている。3路線すべて主花園が始発。これにより、ヒルトンホテル、四道渚、太鼓ゴルフ場などの施設及び観光地の利便性が非常に高まった。ループ区間、編集無尺のバス系統のほとんどが、 終点の片方にしか車庫を持っていない。故に車庫がない方の終点はループ線が設定されることが多い。ループ区間では終点を過ぎても運賃を再度支払わなくても乗車していることができる。ループ区間を過ぎると運賃を再度支払う必要がある。なお、始末高校相談が終点の場合、この規則は該当しない。無区には現在、無区記者単。 汽車西丹、甲橋汽車丹、終山浜客運中心、招き少女汽車南丹などの長距離、バスターミナルがある。無尺汽車丹は、無尺駅の北側にある、無尺最大の長距離、バスターミナルである。以前は、無尺駅の西側にあったが、2011年6月24日付で、白斎鉄道駅の羽布化に合わせて移転した。 主な行き先と1日あたりの本数汽車西端は、無尺大飯店の西側にある、長距離、バスターミナルである。旧西端とも呼ばれる、技巧方面には非常に便利。主な行き先と1日あたりの本数高、橋汽車端は、無尺駅の東側にある、中距離が中心のバスターミナルである。主な行き先と1日あたりの本数、ありがとうございます。